平成27年5月24日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社北川広場で、ふれあい動物ランドとダイビング大会が開催されました。このイベントは、阿蘇市が行っている阿蘇の花ごよみ2015のイベントの一つとして毎年開催されているもので、阿蘇市商工会青年部が主催し、今年で9回目となります。会場には多くの親子連れが訪れ、動物たちとの触れ合いやゲーム、アトラクションを楽しみました。動物ランドでは子どもたちがウサギやモルモットを膝に乗せて撫でたり、乗馬や人参を動物たちに食べさせたりと、普段あまり触れることのない動物たちとの触れ合いを楽しんでいました。また会場にはゲームコーナーや食べ物を販売するコーナーもあり、にぎわっていました。今回は動物ランド隣の特設ステージにてバイクパフォーマンスの披露もあり、パフォーマーの華麗な技に子どもたちだけでなく大人も楽しめるイベントとなりました。